こんばんは。こんばんは。10月11月で大量にレコード購入したからロックとそれ以外で紹介しようと思います。なんか紹介するタイミング逃しちゃったよね。ちょっと忙しかった。10月ね。なので合算です。ちなみに強制取れました。ロックが全部で15枚あります。はい。でロック以外が16枚あった。31枚あるってことですか。うん。これは動画で紹介してないよね。イエスのフラジャイル壊れ物、うん、これはちょっと中古高すぎて手が出せずに新品で買いました。今月そういうの多いね。うん、中古高いね、うん、やっぱオリジナル版は音質がいいってみんな言ってるから、うん、そこで価値が上がってない、うん。これジャケットもかっこいいし音楽もかっこいいし。イエスはなんか偶然さ大宮でディグってた時に出会ったよね。うん、言いました。かっこよっつって。うん。覚えてる覚えてる。ジョジョのエンディングですこれ。うん、次イエスのイエスソングです。これ大宮でね、うん、ジャケ買いしようとしてあこれ知ってるっつって買った一枚。うん、なんかいいよねイエス。あなたのパパにさ何買ったのって聞かれて、あイエスとか買いましたけど。おー、うん、みたいな。なんかね、おーいいねみたいな。ライブも行ってたらしくて、ね。あ、そう、知らなかった私。うん、嬉しいかったなんか。うん、あいいの当てられたし、うん。これ比較的安価にゲットできて。これさ初めてだよね。これ何枚入ってんのだって。3枚入ってんだよ。すごいね。すごい初めて3枚入ってる。うん、超分厚いの。昔はこういうの普通だったのかな、うん、私たちにとってはめっちゃ新鮮で。なんか ライブやった最近日本で。あ、そうなの。ちょっとわかんない。なんかそういうのをちゃんとね私チェックしたいなと思ってて。うん、イエス知らなかった。あ、そう2024年9月に。へえ。そう、どこで。東京ドームとか。うん、2年ぶりに来日しているみたい。2年ぶりでも割と頻繁にじゃあ来てたね、うん、そうだね。でもなんか来日ライブ今年多いんじゃないの。コロナ明けたからね。うん、そんな気がするね。次もイエス。イエス結構好きでした私。イエス続けた。うん、プログレって言うんでしょ。教えてもらった。そうなんだ。でも名盤の方向ですね。これは渋谷の地下のディスクユニオン、うん、パルコの地下のディスクユニオンで買います。あそこ2回目3回目ぐらい。うん、渋谷はさ、なんかロックとかいろいろあっていいよね。うん、最近ロックめちゃくちゃ、最近ってかこの2ヶ月、うん、だって半分ロックだもんね。うん、それまで全然さ、一番苦手な分野じゃなかった。そう、なんか難しそうというか。そう、だいぶコメントとかもらって、うん、開拓できた2ヶ月な気がする。そう、なんかディープパンプ、ビートルズか、最初は。うん、そうだね。ビートルズから入って教えてもらったディープパンプとか、バンヘイレンとか、うん、いろいろ聞いていく中で好きになったジャンルだね、うん、ここ2ヶ月で。そうね、まだ浅いので、うん、勉強はしなきゃね。ジャケットをまず覚えないと取り逃がしが多いってすごい言われる。そうなんだよね。ちょっとお恥ずかしすぎてディグ控えようかって話してたぐらいだよね。そう、そう追いつけないな知識がつって。エリック・クラプトンの461、長崎のなんか結構有名なお店だった。皆さん知ってる、ね、そうだね。コメントありがとうございました。ブックオフとかでもあったりいろんなところで見かけたけど、これが多分一番安かった、1000円ちょっと。そうだよね、なんか私も見かけた記憶あるけど高くてやめたもんな。うん、次ちょっとあの順ごちゃごちゃです。書き集めてきたって言えるなんか。ビートルズのホワイトアルバム、これもありがとう。これも長崎で買いました。ハードオフで買ったんだね初めて。長崎ディグ良かったね、うん、好評だったし結構いろいろ変えていい旅でした。うんうんうん、なんかそんな収穫を盛りだくさんで帰ってくると思わなくて。ありがとう。次、はい、これ新品ですね。リンキンパークミニッツミッドナイト、うん、リンキンパークや。これは福岡で買いました。私が中学生の時に大好きだったアルバムですね。これは良かったね。うん、これは全部かっこよくて、私はこの中でもトランスフォーマーの曲、うん、What I've Done、 ピアノから始まるの。あ、わかるわ。あとは
Giving up とか Breathing out。 滑舌やばいね指摘しないようにしてあげてたのに自分から言ったねこれ結構いい一枚です。本当に純不動すぎてやばい。次、はい、これゴリラズ、うん、Demon Days、うん、これは渋谷のタワレコで買いました、うん、新品、これも新品、中古すごい高い。これ結構好きな感じ。ボーカルの人がブラーっていうバンドもやってるらしくって、今、うん、今っていうか分かんない、昔やってたのかな。それ探してるんだけどまだ出会えてないです。次、はい、これも渋谷で買いました。デビッド・ボーイのジギー・スターダスト、結構かっこいい。これも結構よく聴いてる。うん、絶対してよねこれ、うん、レコードももちろん聴くし、あのサブスクでもよく聴いてる一枚、うん、これ新品です。次、もうじゃんじゃん出てくる本当に。次から次へと、うん、これも渋谷で買ったかな、渋谷のタレ。これ新品、これも新品です。新品多めだね。そうだね。マイケミカルロマンスのブラックパレードで、これはパンクになるんですか、ジャンジャン。これでもあれだよね、私が知らんうちに立ってたやつだからさ、一緒にタレコ行って。そうそうそう、でも動画でも喋ったけど、そう、ずっと好きだった人で、うん、レコード買っとこうって買いました。次、あ、またリンキンパーク、リンキンパークのネテオラ、これ一番有名なんじゃないかな。うん、かっこいい、全部好き。この中学生の時から聴いてて、オーバーディーズリスニングってちょっとね、和っぽい尺八っぽい音が入ってる曲とか、すごいかっこいいね。かっこいいね、私も好きですこの曲は。学園祭で使ったよね。そう、学生時代を思い出すなっていう曲ですね私たち。次、中古だね、ディープパープルラストコンサートインジャパン、これは大宮で買ったかな。うん、知ってる曲意外とあるんだなって思ったよね、昔のロックの曲。そうね、アーティストとか曲名全然知らんけど。そうそうそう、なんでだろうね。私が聞くとしたら M ステとかしかないんだけど。 CM とかでやっぱよく使われてる。 CM か、うん、かっこよかったね。うん、次のんでね、私も髪伸ばしてんね。そうかっていう声でしょそんなに伸びてなくないか。次、バンヘイレ、ここも大宮だっけ。あ、思い出せない、大宮かな。1984、うん、導火線もいいよっておすすめしてもらって、うん、バンヘイレもちょくちょくちょっと探そうかなと思います。ありがとうございます。次、また新品ですね、これ。面白いよね。うん、面白い。ジャケットがなくて、うん、ただ多いのかな。え、これもそうだよ、あ、後で出すやつもそうだ。へえ。これはエレクトリックライトオーケストラのアウトオブザブルー。これあなたもさ、好きだよ。ガーディアンオブギャラクシーっていうマーベルの映画が結構70年代80年代の音楽すごい使ってて、でその中で使ってたあのミスターブルースカイ、あれめっちゃ好き、うん、なんだろうね、映画が好きだからかな。そうそう、どっちもあるんじゃない。どっちもあるね、うん、CM とかでも多分使われてる。大変お恥ずかしながらなんですけど、私このミスターブルースカイビートルズの曲だと思ってでもなんかわかるよね雰囲気ね。怒られるかこんなこと言ったら、うん、すいません素人にはね、うん、あ、違う人なんだって言って、うんうんうん、これも新品で買ったんだけど、中古はね高かったね、1万円とか1万7000とかしてる、うん、新品の方が安いっていう現象、うん、次、Bring Me Horizon のポストヒューマンです、うん、これはヘビメタ、結構激しめの音楽なんだけど、うん、でもなんかどこか少しキャッチーですごい聴きやすくてかっこよくて買いました。うん、元から聴いてたんだね。いや、これはなんか YouTube ショーとかなんかで曲が流れてきて、すごいめちゃくちゃかっこよくて。なんかでも本当に日頃から音楽のアンテナめちゃくちゃ張ってるよね。あの YouTube 始めてから、うん、あのシャザム、うん、とかをさ日常的にこうポチッと押すようになって。いや本当それよく見て、そのおかげで私はいい音楽たくさん聴いてます。これもその一つだね。そう、
なんか ゲームの中なのかな、これとか。ゲームっぽいよね。うん、本当だ。これもさ、さっきの ELO と同じで、うん、ジャケットにこう絵がプリントされてるんだよね。こんな感じですごいよ、前後ろと。そう、これじっと見ちゃったもんね、うん、ちゃんと音鳴るんだ。でも私は黒い方が好きかも。本当？うん、落ち着いてる。なんかレコードって感じがする。うん、あとホコリとかちゃんと取れてるか見やすい。そういうことか。確かに。これ最後です、青版。これも渋谷で出会いましたね。うん、ずっと探しててようやく比較的安価な1枚をゲットできましたね。ちゃんとなんか聞けるしね。うん、ちゃんとやっぱレコード屋さんだからさ、うん、鍵盤とかはしてる。うん、さっきの、ホワイトアルバムとこの青版と赤版、うん、結構ずっと聞いてるよね。ずっと聞いてる。うん、いや嬉しいよ、うん、なんかコンプリートできたのが、うん、いつ目標だったんで、うん、いやなんかやっぱこういう中古のレコードはなんか こいつの方がすごい相性いいなとやっぱ思ってて、うん、それ話してたね、お父さんが来た時も。そう、箱の大きさが影響してるんじゃないかってね、父が言ってたね。全然そこが違うからね、うん、まあ紹介以上なんですけど、あのそれに加えて10月11月でサブオーディオを購入したり、結構オーディオ環境もガラッと変えてました、うん、いや結構変わったんじゃない生活。うん、変わった気がする。便利だし便利な、うん、サブオーディオもいいんだけど、なんか音の迫力とかはもしかしたらこっちの方がちょっと強いかもしれない。あの、うんうん、だから直したいよね。今音量が少しちっちゃくて、で接点復活スプレー買ったんだよ。アマゾン。そうなの、ね。うん。私知らないかも。アマゾンで買った。へえ。これ。すごい。これ買ったの。ここの音量つまみにプシューってやったんだけど、あんまり変わんなかったから、うん、ちょっとお金を貯めて修理に出そうかなと。まあ、何ヶ月先になるか分からない。そうなんだよね、うん、修理積み立てをしないとちょっとね、想像よりちょっと高くなりそうっていうところと、あとはサブオーディオ買って一旦欲は満たされるかなと思ったんだけど、なんかやっぱこれの良さっていうのにも改めて気づかされたんでね、うん、してまた積み立ての方向になってます。うん、分かったよ、うん、だってこれしかない状態でこれを修理に出したらレコード聞けなくなっちゃうから、ね、そうだね、そういう意味でのサブっていう、うん、そうそうそう。最近はインスタも頑張ってるね。頑張ってます。インスタを見てもらえたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。